こんにちは、速稼塾の久保です。早いもので2018年もう後半も後半、4分の3が過ぎてしまいました。2018年に入って始めた速稼塾ジェネシスも第1部を3ヶ月のスパンとしてですね、第2部、第3部とお届けして、ちょうど春、夏、秋、そして、第4部は冬を迎えると思います。これから10月11日から第4部速稼塾ジェネシス、これがね、啓示の書とでも言いますかね、仰々しいタイトルですけども、1年の全ての収穫、刈り取りの結果がどうだったのかなってことが全て分かるようになってます。例えばですね、私の場合は1年間ずっと資金を貯めていくってことと、体力を作っていくってことと、あともう一つは頭を鍛えていくってこと、この3つを心がけてやってきたんですよね。資産を作っていく、で頭脳を構築する、体というこれから30年40年使っていくこの肉体を今のうちに30年がかり40年がかりで作っていくということなんですけども、これ全てに共通しているのが、今から始めて使うのが20年後とか30年後ってことなんですよ。お金もそうです。お金も20年先とか30年先のものを今作ってるわけなんですよね。そういう意味で資産構築と、あと体力。体力も今すぐではなくて将来のために今から作ってるってことですよね。で、そして頭脳ですよね。頭脳も今すぐ使うのもありますけども、おおむね体が動かなくなったり、自由が利かなくなった時に、知恵というもので人や情報や物を動かして自分が何不自由ないね、暮らしを将来送っていくために今から構築していくものかなと思っております。そういった形でですね、その2018年は1年間作ってきたものがどういうふうになってきたのかってことが10月、11月、12月ではっきり分かるということですよね。今年のテーマは私はファイナンスに、フォーカスしてましたので、おおむねこれからですね、期限を決めたものは決済していかなくてはなりません。12月31日に大きな決済を迎えるのが XRP ですよね。ADA はこれから暗号通貨の時代が2020年ぐらいに来ると思いますけども、そこで決済をする予定です。もちろんこれ変更もありますけどね。そして資産構築の例のやつですね、例のやつは毎月毎月決済期が来てるんですけども、私の巨額投入費が回収されるのが一つのピリオドとしてですね、12月の返礼金ということになってきます。これがなかなか大きな金額をですね入れたのが毎月27日の収入になって、で元金がこの12月に返ってくるわけなんですけども、ここで大きなまたね、2019年の資金投入の種銭が、できたということなんですよ。できるということなんですよね。12月に返ってきたあの例のやつの元金が今度は2019年の投入資金になっていくわけなんですよ。そして FX もあります。 FX は今のところずっとですね、今年は順調にやってまいりました。だいたい月の初めに30万円に調整して、月末に大きな利益が、50万円前後出るんですけどもね、利益ではなくて30万が50万円前後になっていくっていうのをコンスタントに今月は今年は繰り返していったんですけども、月末に1回キャッシュアウトして月の初めには30万に元また戻すわけなんですよ。これ2017年の1月1日に入金した FX の口座に入金したのが30万円なんで、常にそこにリセットするようにしてるんですよね。今のところ追加資金を入れたことはありません。ずっと月の初めには30万にして、月末には30万円以上の金額になって、30万円になるように余った部分を決済してキャッシュアウトして、それをあらゆる次の投資に使っていくということで、どん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 複利のようにですね、投資で増えた分を別の投資にって形で、どんどん運用というわけですかね、分散していってるって感じなんですけども、そうなると私が手掛ける投資商品とか金融商品でどんどん増えていくんですよね。ご存知の方もいると思いますけども、今年の初めっていうのは XRP を新たに買い増しますよっていうことしかお話できなかったんですけども、途中でですね、ビットコインを購入しましたとかね、それからイーサリアムも購入しましたとか、 XRP の5年中期長期を購入しましたみたいな形になってきました。こうやって1年間大きなスケジュールで見ていって、何をいつまでにするのかってことをね、計画していくことによってファイナンスって成り立っています。まさに数字を組み立てていくことなんで、適当に場当たり的にやっていてはこれは成り立たないわけなんですよね。そういった形で私の1年間が一つのね参考といいますか、標本になればいいかなと思っております。このようにね、一つのことをやるにしてもやっぱり1年がかりなんですよ。しかも3ヶ月の短期集中を4セットっていう形でやっております。速稼塾の第4部っていうのは、私のね1年間やってきたことがどういうふうになるのか見ものだなというところがありますけども、今のところ順調に
10ヶ月目ですね。10ヶ月目に入って資産は増えっぱなしです。で、勉強もしてきたと思うんで、多少頭脳も構築できたかなっていうことと、あと体力ですよね、3つ目の。体もむちゃくちゃできましたね。むちゃくちゃできたんで、なんか最近はですね、トレーニンググッズがものすごく増えて、あのダンベルもちょっと強化しましたし、それから重りですよね、プレートもだいぶ買いまして、今最高で90キロまであるわけなんですよね。で、90キロをいろんな分散して腕を鍛えたりとかね、背中を鍛えたりってことに使っております。もちろんランニングのペースも上がってきまして、最初はウォーキングを30分ぐらいだったんですけども、今2時間のウォーキング&ダッシュをできるようになってですね、毎日毎日2時間ほどのこう有酸素運動もジョギングとかですね、そういうことができるようになりました。もちろん筋トレもかなりしてるんで、筋力アップとかね、体格もかなり出てきて、胸が出てきてですね、45歳にしてなんかこう肉体改造がなんかね、やっとできるようになったのかなと。ダイエットはその分ね、あんまりうまくいってないんですよね。なんか筋肉が増えちゃって、贅肉は減ったんですけども、同じだけ筋肉が増えたんで、まあ痩せやすくなってるのかなと思いますけども、なかなかね、食事制限もいつもしてるわけではないですし、しっかり食べるときは食べておりますんでね、もう1ヶ月ぐらいは本当ほとんど断食しましたけども、あれはもう長く続かないんですよ。で、周りの人に迷惑もかけますんで、あんまりやらないようにはしてるんですけどね。まあそういった形で、今年2018年を過ごしてきて、これからどんな3ヶ月が待ってるのか私自身楽しみですし、この3ヶ月で得た結果をもってですね、2019年のスタートアップがまたどのレベルでいくのかってことが決まってきますね。体力をつけて、頭を鍛えて、お金を増やす、この3つでこれからも人生乗り切っていこうかと思いますけども、その他のことはね、ちっちゃい趣味事とかっていうのは多分これから自然に生まれると思います。まあ概ね私は民謡の方をね、しっかりとやっていこうかなと思いますんで、ますます芸の道に励もうと思います。で、最後にお知らせですけども、もう何度もお伝えしてると思いますけども、2018年の最終四半期、10月11日、私が46歳になったところからスタートする、そして最終が12月31日が最終配信になりますけども、この速稼塾ジェネシス第4部ね、もし今までジェネシス、速稼塾ジェネシスの方を気になってるなって方がいらっしゃったら、もうお別れだと思いますけども、私はこのペースで配信してます。毎日です。で、毎日まあ、短い動画がね主になりますけども、まあ、非常に多くの方に支持をいただいて、まあ、学びになるとかためになるとかね、単純に稼げますよ、稼げますから入ってくださいってことは私一言も申し上げませんけども、まあ、結果を見ると、まあ、皆さん稼げているんではないかなと思います。まずは例のやつってものがありますんで、毎月毎月、なんですかね、利益が配当されるということもあったりとか、あとは暗号通貨ニュースもかなりね参考になるというのは、ダイジェストっていうのを最近やってるんですよ。たくさんのニュースを要点をかいつまんでお伝えしていって、非常に大事だなっていうのはちょっと長めの解説をするっていうね、1日5分とか長くても10分ぐらいで、聞くだけでですね、暗号通貨のことがどんどん分かっていくと。これ一人でいろんなサイトを検索してとか、あっちこっちの情報を選別してって言ったらすごい手間になりますけども、まあ、1日5分とか10分私のね暗号通貨ニュースを聞けば、まあ、大体、暗号通貨の中の動きっていうのは分かっていくんで、その上で資産構築を暗号通貨にも求めていくのか、それとも様子を見るのか、売却するチャンスはどこなのかってことを判断材料にかなりなると思いますので、そちらの方もご利用いただければなと思います。で、速稼塾の第4部、もしご希望の方がいらっしゃったらね、またメールをいただければ参加概要をお送りしますのでご連絡いただきたいと思います。入塾費用は30万円なんですけども、頭金3万円を入れていただければ、残金は30年間のうちのどこかでね、分割でもいいですし、30年後に一括でもいいですし、ただお任せします。私は特に請求はしません。感じた価値の部分だけお支払いいただければいいんではないかなと思いますし、途中で価値を感じなくなったらその後の支払いをストップしても私は特にね文句は言いませんし、お任せします。そして配信をやめることはありません。価値を感じていただくまで私はしっかりとした責任を持った発信を続けるだけですんでね、その速稼塾っていうところに入ってどんなメリットがあるのかってことは私は約束できません。それはね、皆さんが一人一人が感じることですから、ただまあ無駄になるってことはないと思います。何かしら気づきがあると思いますし、気づきが自分でできるって人ではないと速稼塾には参加しない方がいいかと思います。なんですかね、1から10まで丁寧に教えていただきたいっていう方は速稼塾に入っても、なんて言いますかね、私にね細かくメールをいただければ、連絡をいただければ、そしてたまにはお会いできれば細かく手を引いてアテンドすることができますけども、待っているだけでは私もね、一人一人が何に困っているのかとか何をしたいのか分かりませんので、まあもう速稼塾の生徒さんも1000名以上ね、
世界14カ国にいらっしゃいますんで、なかなか手に取るようには分かりません。ただいただいたメールとかお問い合わせにはまたお待たせせずにご返信できると思います。まあ早ければね、本当に30分以内とか1時間以内とかにお送りしますし、まあ悪くてもですね24時間待たせることはありませんし、返信がなかったってことはありません。それはもう皆さんよく感じていらっしゃると思いますけども、基本的には私は即返信で動画返信ですからね、包み隠さずに私のね、判断力を皆さんに、まあおこがましいんですけどね、お渡しできればと思います。まあ参考になることは多いと思いますので、ご検討中の方はぜひ入ってみてください。損はないと思います。頭金制度ですからね、30年払いですから、もう先にお金くれないとダメだよってことでもないですし、速稼塾に入ってないんだけど質問いいですかとか、それも全然 OK ですよ。そんなところで私垣根作りませんので、あくまでも速稼塾に入る意義があるとご自身で感じたら参加していただくと、意義がないと思ったら、その3万円すら惜しいと思うようでしたら、私のこの放送をね、無料放送をそのままずっと見ていただくか、もっと お金をかける価値があるものに払っていただければいいんではないかなと思います。私はどちらでも本当に皆さんにね、私の情報を受け取ってくださる方、ここまで動画を、今回の動画を見ていただいた方一人一人に感謝をして恩人だと思ってますので、精一杯恩返しをさせていただきます。このご縁を私は誰よりも大事にしていこうかと思いますので、今後もよろしくお願いします。では失礼します。でも出しんさいや季節も